名作ドラマ「火の鳥」をイルイルドラマとしてリメイク。財閥令嬢と貧しい青年、愛し合いながらも別れを選んだ2人が10年後に再会。立場が逆転したことから巻き起こる劇場のラブロマンス。ソハジュンが一人二役に扮し、あの名セリフがよみがえる。火の鳥2020、日本初放送。